する、伝説的な、アテーナイの王、そして国民的英雄である。長母院を省略してテセウスとも表記される。ミーノータウロス大治などの冒険談で知られ、ソポクレースの、コローノスのオイディプースでは哀れみ深い県知の王として、描かれる。ヘイラクレースほどではないが、大岩を持ち上げるほどの怪力を誇る。プルタルコスの、英雄伝では古代ローマの建国の父ロームルスと、 共に、アテーナイを建国した偉大な人物として、紹介されてる。マラトンの戦いでは、アテーナイ軍の先陣に立って、ペルシア軍に突っ込み、アテーナイ軍の士気を大いに高めたという伝説がある。テイセウスは、アテーナイの王、アイゲウストとロイゼインの王女アイトラーの子とされる。ワタツミ・ポーセイドーンとアイトラーとの間に生まれた子であるという伝説もある。テセウスは、 トロイ全員で育てられたが、16歳の時、アイネウスに、息子として認めさせるために、アテー内に向かった。アテー内には、安全なカイロを取ることも可能であったが、テセウスはあえて危険な陸路を選び、道中の山賊や怪物を打ち果たした。エピダウロスでは、ペリペーテースを、コリントス地球ではシニスを、クロミウオンでは、パイアと呼ばれたいの、クロミウンのイノシシを、メガラでは、スケーローンを、 エレウシースでは、ケルキョウムを、ヘルメウスでは、山賊、プロクルーステースを倒した。残虐な方法で人を殺めていた。この者たちに対し、テイセウスはいずれも同じ目に合わせて殺した。道中、テイセウスが倒したプロクルーステースは、プロクルーステースのベッド、寝台、プロクラスティアンベッドの逸話で有名である。この山賊は旅人に寝台を進め、大きな寝台より、 背が小さければ、旅人の手足を無理やり引っ張ることで殺してしまった。また、小さな寝台から手足がはみ出せば、旅人の手足を切り落として殺してしまった。そこから、無理やり、基準に一致させるという意味になった。アテー内では、アイゲウスの妻、メーデーアンがテイセウスを特殺しようとしたが、テイセウスはこの陰謀から逃れ、身につけていた剣とサンダルによって身の証を立て、 アイゲウスから、息子と認められた。そして、メーデーアは、アテーナイから追放された。当時、アテーナイは、クレータ島のミイノース王の勢力下に置かれており、アテーナイは、ミイノース王の命令によって、毎年7人の若者と7人の乙女を、怪物ミイノータウロスへの生贄として、捧げるよう要されていた。そのことを知って、強い憤りを感じたテイセウスは、 クレータ島に乗り込んで、ミーノータウロスを退治するため、不法アイゲウスの反対を押し切り、自ら進んで、イケニエの一人となった。イケニエを運ぶ船は、国民たちの悲しみを表す印として、黒い穂が張られていた。テイセウスは、他のイケニエたちと共にその船に乗り込み、クレータ島へ向かった。ミーノータウロスが遊兵されているラビューリントスは、 名校ダイダロスによって築かれた脱出不可能と言われる迷宮であった。しかし、ミーノース王の娘アリアドネーがテイセウスに恋をして、島、ま、彼女はテイセウスを助けるため、彼に赤いアサイトのマリと探検をこっそりて渡した。テイセウスはアリアドネーからもらった傘のアサイトの端を入り口の扉に結びつけ、糸を少しずつ伸ばしながら、他のイケニエたちと共に迷宮の奥へと進んでいった。 そして一行はついに、ミーノ・タウロスと遭遇した。皆が、その恐ろしい姿を見て震える中、テイセウスは、一人勇敢に、ミーノ・タウロスと対峙し、アリアドネーからもらった探検で見事これを打ち果たした。その後、テイセウスの一行は意図を逆にたどって、無事にラビリントスの外へ脱出することができた。テイセウスはアリアドネーを妻にすると約束し、ミーノース王の追ってから逃れて、 アテーナイへ戻るために、アリアドネーと共に急いでクレータ島から出港した。しかし、彼は、キロの途中、ナクソス島に寄った際に、アリアドネーと離別してしまった。これは、アリアドネーに一目惚れした、ディオニューソス、バックス、バッカスが彼女を、レイムノス島に行ってしまったために、行方がわからなくなり、やむを得ず船を出港させたとも、テイセウスがアリアドネーに飽きたため、 彼女を置き去りにしたとも言われている。テイセウスは、生贄の一人としてクレータ島へ向かうとき、無事クレータ島から脱出できた場合には喜びを表す印として、船に白い帆を掲げて帰還すると、不応アイゲウスに約束していた。しかし、テイセウスは、この約束を忘れてしまい、出港時の黒い帆のまま帰還した。これを見たアイゲウスは、テイセウスが、 ミーノタウロスに殺されたものと勘違いし、絶望のあまり海へ身を投げて死んだ。その後、アイゲウスが身を投げた海は、彼の名にちなんで、エーゲ海と呼ばれるようになった。アイゲウスを継いで王になったテイセウスは哀れみ深い、王としてアテーナイを治める一方、アマゾーンの女王アンティオペー、あるいはヒッポリテイをサライズマとしたり、金曜毛川を探し求めるアルゴー先探検隊。 アルゴナウ隊の冒険に参加したり、名優、ペイリトスと共に、スパルタの王女、ヘレネート冥界の女王ペルセポネーを誘拐しようとしたり、様々な冒険を行った。冥界へ赴く以前は、アリアドネーの妹、パイドラーを妻とし、幸せに暮らしていた。しかしある時、パイドラーは、義理の息子、ヒッポルトスを愛してしまう。パイドラーはヒッポルトスに思いを打ち明けるが、 彼はこれをひどく非難する。夫テイセウスへの発覚を恐れたパイドラーは、衣服を裂き、ヒッポルトスから恥ずかしめを受けたという衣装を残し辞する。テイセウスは憤慨し、ポセイドオンに祈り息子、ヒッポルトスを殺害する。その後、真相を知ったテイセウスは、妻と息子の死を深く嘆き悲しんだ。晩年はペルセポネを略奪するために長く、国を留守にした隙をつかれて、 王位を追われ、スキューロス等の王リュコメデースのもとに身を寄せていたが、リュコメデースはテイセウスに王位を散脱されるのではないかと恐れ、彼を崖から突き落として殺してしまった。デルポイの信託によって、テイセウスの意外はアテー内に戻され、アテー内の人々によって手厚く葬られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。